皆さんこんにちは、ナナプレイの橋本です。今回はユーザーウォッチ開封動画編、オリスのビッグクラムシリーズプロパイロット X キャリバー115、こちらをご紹介させていただきます。こちらは最新モデルというわけではないんですけれども、国内の流通数も少ない希少なモデルです。こだわり抜いて仕上げられた細部など見どころたくさんございますので、じっくり見ていきたいなと思います。それでは早速レビューザウォッチ。はい、それでは早速開封していきます。こちらオリス通常ボックスよりも一回り大きく、そして重い仕様になっています。開けてみますね。はい、こちらですね、特別モデルですので、こういった本機専用のブックレットやボックスがですね、これ木製になってるんですね。通常紙製なんですけども、しっかりとした木製ボックスになっております。このブックレットは中にキャリパー115の説明だったり、こういったガイドが入ってますね。この表紙にキャリパー115書かれてるんですけども、かっこいいですね。メカメカしてて。はい、そして付属品です。この下の方にユーザーズマニュアルやギャランティーカードが入っておりますね。はい、保証書類、こちらもあらかじめお確かめくださいませ。さて、それでは早速開封してみましょう。いきます。はい、こちらです。このボックスの中でもすごい存在感ありますね。はい、こちらが今回ご紹介するオリスのビッグクラウンプロパイロット X キャリバー115。品番がちょっと長いんですが、01115-7759-7153というモデルになっています。いやー、かっこいい、すごいですね。ちょっと大ぶりなんですけども、存在感がすごいや。はい、それでは実際に手に取ってしっかり見ていきましょう。はい、それではじっくりと見ていきましょう。いやー、かっこいいな。どうでしょう、もう本当にこれもうメカメカした武骨な見た目になってると思います。これケースプレスともにチタン製で、オールチタンのモデルなんですけれども、こんな武骨な手巻きスケルトンあるんだってぐらいの顔になってます。かっこいいですね。この手巻きフルスケルトンならではの迫力がありますね。こちらオリスの自信作、手巻きのキャリバー115が両面から楽しめるフルスケルトン仕様になっており、これね、通常手巻きのスケルトンウォッチってこの中の機械の部分ですね、面取りだったり装飾が普通はされるもんなんですけれども、それを一切省いたこの武骨なブリッジ類、かっこいいですね。うわ、もうメカというか、もうなんか建築物みたいな感じに見えますよね。裏も後でしっかり見ていきましょう。はい、そしてですね、この12時位置にあるのが鋼箱ですね。主ゼンマイ、メインスプリングと呼ばれる動力源のゼンマイをこの中に蓄えている部分なんですけれども、この鋼箱はでかい、でかいんです。そして蓋がないので、もう裏から透けて見えるということになっておりまして、これ手巻き実際巻いていきますけど、この中でゼンマイが巻かれていくのも確認できるようになっています。このでかい鋼箱、このキャリバー115なんですけれども、オリスの自社製ムーブメントでなんと約240時間、10日巻きですね、240時間のパワーリザーブを備えています。これちょっと巻き上げていってみましょうか。ねじ込みを外して巻いていきます。これ動いてるの分かりますか。そして同時にですね、この3G 位置にあるパワーリザーブのインジケーターもゆっくりゆっくり針が動いていってますね。このですね、パワーリザーブインジケーターもオリスの特許取得した技術でございます。ノンリニアパワーリザーブという表示になっていまして、ノンリニアって直訳してしまうと非直線的っていう感じになるんですかね。このですね、10から1までの間隔が均等になってないんですね。10から9が狭くて、1から0が、見てもらったら分かると思うんですけど、長くなっていまして、この間隔が一定でない分、この針、パワーリザーブインジケーターの針の動きも一定じゃない、そんな機構になっております。
これ10日分巻くのまあ時間かかりますね。1回フルに巻いてますね。はい、まもなく巻き終わりが見えてきましたね。どうでしょう、この12時1の香箱の中の自然米ピチッとね真ん中に巻きつけられていってるのがお分かりになりますでしょうか。これやっぱりビフォーアフターで比べてみると触り毅然なんですけど、まあ、この機械式時計っていうのはこういった手巻きあるいは自動巻きで香箱の中に収められた動力源である主膳米がほどけていく力を利用して動作を継続する形になります。そろそろ重くなったのでこの辺りにしておきましょうか。はい、巻き上げが完了しました。そしてこの時計は今から10日間、約10日間ですね、ひたすら動き続ける形になります。ではこのムーブメントしっかり裏からも見ていきましょうか。はい、フルに巻き上げたプロパイロット X、 こんな感じです。かっこいいですね。いや本当にね、この構造なかなか動画で伝えにくいのが非常に惜しいんですが、かなり立体的になってましてですね、本当に建造物のような、こういったかっこいいな。ちょっと外してみていきましょう。こんな感じですね。12時1に裏からも香箱が見えるようになってまして、そして6時1には心臓部分である天部天和ですね、動き続けてます。かっこいいな。まあ、外装もこれにチタンでできておりまして、グレード2の下ですね、外装ブレスともにチタン製で、この何でしょう、タービンっていうんですかね、もう本当に機械的な見た目を外からも中からもしているような時計でございます。いやこれは本当にでも唯一無二のかっこよさがありますね。はい、私インスタとかでこのプロパイロット X PPX ね、ファンは言うんですけど、 PPX 見てるとほんまかっこいいなと思って、いやマジでこれ腕に乗せたら、ね、私ちょっとね腕がやっぱり細いので、私のね15センチの腕周りだとちょっとねこんな感じでアンバランスになっちゃうんですけど、これはね似合う男性憧れますね。かっこいいな。はい、このチタンのブレスもね滑らかに腕にフィットする形状をしております。ケースと一体型になった、まあ、最近流行りのラグスポのような、まあ、この一体感非常にいいですね。サイズスペックです。まず縦がラグからラグまでで約 51mm、 意外とですねこれ径が 46mm、 45かなあるんですけれども、その割にラグの足が短いので腕の量結構いいんです。もう私腕かなり細い方なんですけど、それでもギリギリ腕に乗っかってくれるので、実は大きく見えてそんなに装着感悪くないんですね。厚みも抑えられておりまして 13mm と手巻きな分薄型に仕上がっているので、チタンの軽さもあって、これ重さ総重量約 114g なんですけど、結構快適なんですね意外と。はい、いやいいですね。腕の上で見ててもすごいな、存在感がやっぱありますね。さてそれではもう少しブレスレットについてじっくり見ていきたいと思います。まあ、このですね何でしょう、もうほんまに甲殻類の殻のようなこのしなやかなチタンのリンクされたブレスレット、ここのですねバックル部分もですねこんな感じになってまして、リフトアップ式よいしょ、この構造結構好きなんですよ。バネがここに入ってて、ピッと上げてもらってパチンと、そしてピチッと締めていただく、このバックルの形状またかっこいいですね。いや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 、すごいっす本当にね。さっきから言ってるんですけど、唯一無二というかどこせ、これなかなかね被ることないと思うんですよ。そしてもうこの語れる透過巻き、フルスケルトン、この武骨な仕上げ、オールチタン、このケーキみたいなデザインね、男心くすぐりまくりのこの PPX。 いやちょっとお値段はね正直張るんです。オリス
今の現行の時計で大体20万から30万ぐらいが中央値になってるんですけれども、このモデルなんと国内定価税抜き81万込みで89万1千円となっております。高い。うん。ただその分ですね、自社製キャリバーが搭載されてフルチタン、フルスケルトン、まあこれ手巻きの自社製キャリバーでスケルトンのモデルって比べてしまうと100万超えてくるようなモデルっていうのがまあね、高額メゾンだと当たり前になってくるので、そう考えると、まあ、実用的な、ね、透過巻きですし、フルスケルトンの手巻き時計、そしてチタンで軽くて結構腕の折りも良くて、このスポーティーな外装、81万決して安いと私は言いません。ただお買い得にどうしても見えてしまうのは、まあ、周りの時計との比較になるんでしょうか。まあ、そういった点でもオリスのやっぱりコストパフォーマンスの良さというか、実直な値段設定が伺えるかなと思います。はい、人と被らない特別な一本、お探しの方にぜひおすすめしたい時計だと私は思います。 Thank you。 はい、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したこちらのオリスビッグクラウンプロパイロット X キャリバー115、こちらのモデルですが、この武骨なデザイン、そして中のメカニックなこの構造ですね、メカ好きにはたまらない仕上がりでした。お値段は80万ちょうと、非常に高額なお品物ではあるんですけれども、自社製キャリバーを搭載した武骨なチタンの仕上げ等々、まあ、本当にお値段にかなうようなお品物であることは間違いないなと思います。こちらですね、国内の流通数も非常に少なくですね、なかなか人と買うことはないんじゃないでしょうか。まあ、本当にこの唯一の無二のオリスの独自性をひた走るようなこのデザインは、実際に見てみるとこのかっこよさっていうのはやっぱり伝わると思います。はい、今回ご紹介したオリスのキャリバー115PPX、 気に入っていただけた方、気になる方は概要欄の URL から詳細をぜひご確認くださいませ。今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。よろしければチャンネル登録やグッドボタンもぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。